芝戦式交付本議。まず太子公事情第70、ここの目録から参ります。真その道を失いて豪傑並びに乱る。公領これをはじめ私有これを継ぐ。慶を殺し長を救い諸侯これを断つ。栄を注視海に背き天がこれを火とす。交付本議第七を作る。秦が暴政を行ったために豪傑の士が各地で謀反の兵を挙げた。蘇では公領が兵を起こし公羽の死後公領の死後公羽がその後を継いだ。巨鹿の戦いでは春巡する慶士官軍曹魏を殺して自ら軍を率いて趙を救い諸侯は彼を擁立した。秦の皇王子英を誅殺し蘇の海王との約束に背いて自ら聖祖の覇王と称し海王すなわち義帝を暗殺したため天下の非難を浴びた。そこで交付本議第七を作った。交付本議第七。功績は家匠の人なり、あざなわう、はじめ起こるとき、年24、その寄付は公領、領の父は、すなわちその将、公園にして、真の将、王戦に陸せられし者なり、公子はよよ、その将となり、公に奉ぜらる、ゆえに公子を生とす、功績、若きとき、職を、将を学び、な、功績若き時書を学ぶならず去りて剣を学ぶまたならず。公領これを怒る。席曰く書はもって名声を期するに足るのみ剣な一人の敵なり学ぶに足らず万人の敵を学ばんと。ここにおいて公領すなわち席に兵法を押しう。関大いに喜ぶ。ほぼその意を知りまたあえて学ぶを終えず。公領というのは江蘇省下省の人である。あざなはうといい初めて兵を挙げた時は24歳であった。末の叔父を公領といい領の父はつまりその将軍公園であった。真の将軍王戦に殺されたものである。この公子は代々その将軍で河南省の公に奉ぜられた。故に公を正子としたのである。公は少年の時書道を学んだが上達しなかった。やめて剣術を学んだがこれもまた上達しなかった。公領がその不甲斐なさを怒った。すると関は言った。文字は生命が欠ければそれだけで事足り。剣術は一人の敵に対するだけのもので学ぶに足りませぬ。願わくは万人を敵に回して戦う術が学びたいと思います。とそこで公領は関に兵法を教えた。関は大いに喜んだが、それもまた概略の意を学び取るとそれ以上深く学ぼうとはしなかった。公領を買って薬用の鯛ありすなわち木の極縁早急の書を恋薬用の極縁芝金にいたすゆえをもってことやむを得たり。公領人を殺し石と共に仇を五中に裂く。五中の剣士大夫皆公領の下にいず五中に大陽駅およびもうあるごとに公領常に主弁となり密かに兵法をもって品格および指定を部録す。これをもってその能を知る。
香料あるとき、宣誓書の薬用で、ある罪状に連座して捕らえられようとしたが、暗記省機の極事を担当する長官である極縁の早急から弁解の書面をもらって、これを薬用の極縁の芝金に差し出したため、幸いに事なきを得た。その後、香料はまた人を殺し、その仕返しを避けて席を伴おうて御中に行った。御中の優れた士大夫たちも皆香料には一目置いていた。そこで御中に大がかりの香用の人夫を出すことや、大層の儀があるごとに、香料は常にその指揮役になり、密かに兵法の知恵で賓客や若者を分分けして巧みにさばいた。これが御中の人々が香料に服した理由であるが、寮もまたその人々の才能を知り分けて他日の役に立てたのである。秦の始皇帝快慶に遊び石膏を渡る寮石と共に見る石曰く、彼は取って変わるべきなりと、寮その口を覆い曰く、暴言することなかれ属せられんと、寮これをもって石を木とす、関竹八尺よ力強く叶えを上げ再起人にすぐ、御中の子弟といえども皆すでに関をはばかれり。秦の始皇帝が37年冬会計山に遊び火を立てて神徳を称したが、それから石膏いわゆる仙洞港を渡った。その行列を両は関と一緒に見物をした。関が言った。あいつ奪い取って変わってやるぞ。亮は慌てて関の口を押さえていった。みだりなことを言うな。一族皆殺しになるぞ。これで亮は関は見どころのある人物だと思った。関は身長八尺余りの大男。その怪力はよく家内を持ち上げることができるほどであり、才気も人並み優れていた。御中の名門貴族の若者たちも皆席に一目置いていた。秦の二世元年七月、陳将ら大宅のうちに起こるその九月、会計の衆等寮にいて曰く、後世皆反せり、これまた天秦を滅ぼすの時なり、我へ聞く、先んずればすなわち人を制し、送るればすなわち人に制せらると、我兵を発し功および乾燥して将たらしめんと干すと、この時乾燥は逃げて宅中にあり、両曰く、乾燥は逃げ人をそのところを知るものなし、一人席これを知るのみと、両すなわち入れて席を戒め剣を辞して外に降りてまたしむ、両また入り主と共に座し曰く、功う席を召し目を受けて乾燥を目指しめんと、周曰く抱くと、両席を召している、しばらくにして両席に目くばせして曰く、おこのおべしと、ここにおいて席ついに剣を抜きて主の神戸を切る。香料主の神戸を辞しその印字を帯ぶ。門下大いに驚き上覧す。席が激殺するところ数十百人一夫中皆承服し、あえて立つものなし。秦の二世皇帝の元年七月、陳将らが海軍の大宅郷で兵を挙げた。ついに天下は動乱に入った。その九月、会計の主すなわち軍長官の尹東が寮に行った。陽子公北西の地は皆秦に反旗を翻した。この形勢からすると天が秦を滅ぼそうとしている時じゃ。わしは木に先んずれば人を制し、後手に回れば人に制せられると聞いている。今は極めて大切な時期だが、わしは今兵を挙げそなたと簡素と将軍にしたいと思うのじゃが、どうであろうか。尹東はすっかり腹の中を打ち明けた。ちょうどこの時簡素は逃亡して宅中に身を隠していた。
亮はこれを利用して、簡素は今逃亡中で、誰もその居場所を知る者がおりませぬ。ただ、関だけが知っておるそうです。彼に聞いてみましょう。と言って外へ出た。そして関に言い含めて、剣を持って室外に待機させ、亮はまた部屋に戻って軍師と同席していった。どうぞ、関を召し入れてご命令を受けて、簡素を呼びにやらせていただきたい。軍師はよろしいと承知した。亮は関を呼び入れ、ちょっとしてから亮は関に向かって、やれと一喝した。関は剣を抜いて軍師の頭を切り落とした。光亮はその頭を持ち、軍師の印字を取り上げて自分の身につけた。軍師の族僚は大いに騒ぎ、大いに驚き、大騒ぎになった。関は百人近い数の人を撃ち殺した。府庁の役人たちは皆おじけ伏し、あえて敵対する者は一人もなかった。亮すなわち元知るところの郷里を召し、里巣に大事を起こすをなすところをもってす、ついに五中の兵を挙げ、人をして家権を治めしめ、聖兵八千人を得たり、亮五中の豪傑と部署し、皇位皇芝となす、一人ありて用いられるを得ず、自ら亮に言う。亮曰く、前時坊の者に、こうして坊のことをつかさどらしめしが、弁ずることあたわざりき、これをもって功を任用せずと、衆すなわち皆服す。光亮はそこで前から知り合っていた主だった管理を呼び寄せて、防身討伐の大事を起こそうとする理由を時さとして、ついに五中の兵を挙げた。そして人を使わして海警軍所属の各県を部下に収め、精兵八千人を得た。亮は五中の豪傑どもを分けて部署につけ、それぞれ軍艦の皇位皇芝の役に任じた。一人だけ任用されない者がいて、自分から亮に申し出た。すると亮は、以前誰それの葬儀を行った時、貴公には坊主の責任者として仕事をさせたのに取り仕切ることができなんだ。こういうわけで今度は貴公を任用しなかったのじゃ。と言った。この一言で皆は亮に屈服してしまった。そこで亮は海警軍主となり、責が副将となって官下の諸権に命令して従わせた。ここにおいて亮海警の主となり、責秘書となり、家権を殿を。光亮の人将兵、ここにおいて秦王のために光亮を殿を。いまだ下すことはあたわず、秦王敗走し、秦の兵またまさに至らんとすと聞き、すなわち功を渡り秦王の命と偽り、亮を廃して祖王の常駐国となし、いわく皇統はすでに定まれり、急に兵を引いて西して秦を打てと、光亮すなわち八千人をもって功を渡りて西す。江蘇省の光亮の人将兵は秦王のために触れ回って光亮を手中に収めようとしたが、まだ下すことができなかった。そのうちに秦王が敗走し、秦軍がまたすぐにもやってきそうだと聞いたので、将兵は江を渡って五中に来て、秦王の命令だと偽って領を廃して祖王の常駐国の官に任命した。江東の地はもはや平定したので、急遽兵を率いて西の方秦を討てと、これは秦王の命令である。そこで光亮は八千人の軍を率いて揚子江を渡って西進した。秦へすでに東洋を下せりと聞き、使いを使わして共に連和し、共に西線と発す。秦へは元東洋の霊士にして県中におり、元より親近にして称して長者となす。東洋の少年、
その霊を殺し、相集まること数千人、長をおかんと欲す、敵として用うべきなし、すなわち陳英に乞う。ええ、あたわずと射す。ついに強いて英を立てて長となす。剣中の下郷者二万人を得たり。少年、英を立ててすなわち王となさんと欲す。軍をことにし、相当にして突起す。陳英の母、英に言いて曰く。我が汝の家の父とをなりしより、いまだかって汝の先祖の記者ありしことを聞かず、今にわかに大名を売るは不祥なり、属するところあるにしかず、ことならば、なお方向を縁、ことを破るとももって逃げやすからん。世の指名するところにあらさればなりと、すなわちあえて王とならず、その軍理に言いて曰く、孔子はよよ昇華にして祖になあり、今大事をあげんと欲するに将、その人にあらされば不可なり。我名族によらば、真を滅ぼさんことひっせりと。ここにおいて衆、その言に従い兵をもって孔陵に属す。孔陵は、陳英がすでに暗記の東洋を下したと聞いて、陳英へ使者を送って、連合和親して共に精進したいと申し入れた。さて、その陳英という人物は元東洋圏の霊氏という属官で、県内に居住していたが、平素、精神、謹慎の人柄で、有徳な長者と称せられていた。陳将挙兵を伝え聞いた東洋圏の少年らは、そこの長官を殺し、より集まる者数千人となったが、その主張を置こうとして、適任者がなくて困った。そこで陳英になってくれと頼んだ。陳英はそんなに住人には当たれないと断った。ところが、無理に押されてその長にさせられた。その結果、県内の馳せ従う者は二万人に上った。少年らは、長者、陳英の元に集まった者の多いのに気をよくして、英を押し立てて王としようとした。そこで頭には青帽、青い帽をあえて揃えてかぶり、他の軍と特に異なることを示した。陳英の母が英に向かって言うには、私が陳家へ嫁入りしてきてから、まだ一度もお前の先祖に高貴なくらいにあった、ついたものがあったと聞いたことはないよ。今、お前がにわかに王などという大変な名を得ることは不祥です。王として独立せずに、誰かに所属していた方が良いと思う。そうしていてもそのことが、成功すれば諸侯ぐらいには報ぜられようし、失敗すれば逃げやすいでしょう。それは平素、世間から名指されているものではないからです。とことの成否に処する柔軟な態度を教えた。そこで A はあえて王となろうとせず、その者がその軍理に言った。孔子は代々将軍の家柄で祖国中の名家である。今我々は大事をあげようとするには、将たる者がその器でなくてはダメじゃ。我々が孔子のごとき名族により従ってやれば、必ず秦を滅ぼすことができようぞ。と。そこで陳英の軍はその言葉に従い、前兵を挙げて、孔陵と和親しただけではなく、陵の配下に入った。孔陵外を渡る芸府宝生軍もまた兵をもってこれに属す。およそ六七万人、可否に軍数。この時にあたりて進化、すでに稽古を立てて相応となし、北条の東に軍し、孔陵を防がんと欲す。孔陵軍理に言いて曰く、陳を先にことを始め、戦いりあらず。いまだあるところを聞かず、今進化、陳王に背きて稽古を立つ。大逆無道なりと、すなわち兵を進めて進化を打つ。進化の軍敗走す。これを追うて孔陵に至る。
か帰り叩こうこと一日かしし軍下る。稽古走りて領の地に死す。公領は陳英を味方とし淮水を渡った。すると芸府や宝生軍もまた軍を率いて公領に随従したので、その兵はおよそ六七万になり、江蘇省の可否に陣取った。この頃臣下という者が蘇王の一族で慶氏名を九という人を立てて蘇王とし、可否の西方の北条の東に陣取っていて、公領の進出を防ごうとする形勢であった。公領は部下の軍吏に対して臣下を非難し、陳王昭は真っ先に兵を挙げる大事を起こしたが、戦いは不利でその所在もわからない。しかるに今臣下は陳王に背いて計句を立てた。まことに大逆無道であると言った。よって兵を進め臣下を攻撃した。臣下の軍が敗走したので、これを追って山東省の古領に至った。臣下は軍を返して一日戦ったが戦死し、その軍は降伏した。ケークも敗走し、領の地、すなわち義で戦死した。公領すでに臣下の軍を合わせ、古領に軍数、まさに軍を引きて西戦とす、召喚の軍、律に至る、公領別称主計石、余藩君をして共に戦わしむ。余藩君は死し、主計石は軍破れ、逃げて古領に走る。公領すなわち兵を引いて節に入り、計石を中す。公領先に降雨をして別に上城を攻めしむ。上城固く守り下らず、すでに抜き皆これを穴にす。帰りて公領に報ず。公領陳王を定めて死せりと聞き、もろもろの別称を召し節に返してことを図る。この時廃校もまた廃に起こりてゆく。公領はすでに臣下の軍を合わせ古領に陣取って、まさに軍を率いて精神しようとした折しも、真の名将召喚の軍が河南省の立県にまで殺到した。公領は別手の将主計石余藩君に命じて召喚と戦わせた。余藩君は戦死し、主計石は敗れて古領へ逃げ帰った。公領は兵を率いて山東省の摂へ退き、ここで計石を敗軍の罪を鳴らして中殺した。これより先、公領は降雨に命じ、分かれて河南省の上城を攻めさせていた。上城は固く守ってなかなか下らなかったが、公領はやっと攻め抜いて城兵を穴に埋めて皆殺しにした。帰還して公領に報告した。この頃になって公領は陳王昭の死が確定的だと聞いて、もろもろの別称を招き寄せ、摂の本営で会合し、今後のことについて相談した。この時廃校も江蘇省の廃で兵を挙げ、これも摂へ行って領に従った。虚僧の人半蔵、年七十。元より家におり、奇形を好む。行きて公領に説いて曰く、陳将の破れ主は元より当たれり、それ真。立国を滅ぼし、僧最も罪なし。海を真に入りて帰らざりしより、祖人、これを哀れみて今に至れり。故に祖の難攻曰く、祖は、残酷といえども真を滅ぼすは必ずそうならんと。今陳将ことをはじめ、その後を立てずして自流す、その勢い長からじ。今君、高等より起こり、その宝吾の将、皆争いて君につくは君はよよ、その将なれば、ためによくまたその後を立てんと思えばなりと。ここにおいて公領その言をしかりとし、すなわちその海王の孫臣が、民間に人のために羊を牧するを求め、立ててもってその海王となす。民の望むところに従うなり、
秦英をその常駐国となし、御権に奉じ、海王とともに杭に都せしむ。公領は自ら号して武神君となす。安徽省許僧の人半蔵は、時に年70歳。兵曹誰にも仕えずに家にいたが、奇形を好む作詞であった。南方からはるばる公領を訪ねて行って、領に説いた。秦将の敗れたのは当然でございます。秦は戦国の立国を滅ぼしましたが、その立国のうちで、蘇が最も罪がなかったと言えます。その海王が欺かれて秦に入ったきりで帰国されなかった時から、その人々は海王を憐れんで今に至っております。ですから、その同志の南光は、その秦に対する恨みは大変なもので、わずか三個に民家が減っても秦を滅ぼすのは祖であろう、と言っております。さて今、秦将は、最初に秦を滅ぼすために起こったのでございますが、その子孫を王に立てず自分が王になったのでございます。その勢いとして長くは続くわけがございません。今、貴殿は江東から兵を挙げられまして、その各地から群がり起こった諸将が皆争うて君の配下につくのは、君の家が代々その将軍であるために、再びその子孫を立てて王に盛り立てられるだろうと思っているからでございます。この点を計り考えられたらいかがでしょうか。公領はその言葉をまことにそうだと思ったので、その海王の孫の秦というものが、民間で人に雇われて、羊を牧しているのを見つけて、立てて主君として、その祖王の死号を取って、海王と呼んだ。それは、その民の希望とするところに従ったのである。そこで東洋の長者の秦英をその常駐国として、五県の地を放置として与え、海王の都を安徽省の杭に定め、秦英をつけてここにおらしめた。そして公領は自分から武神君と名乗った。おること数月、兵を引きで後方を攻む。聖の伝英のために芝領所の軍東亜を救い、大いに秦の軍を東亜に破る。伝英すなわち兵を引きて帰り、その王の家を追う、家逃げて祖に走る。家の将伝閣逃げて長に走る。閣の弟伝官な、元聖の将にして長におり、あえて帰らず。伝英、伝譚の子死を立てて聖王となす。公領すでに東亜の元の軍を破り、ついに秦の軍を追い、しばしば使いをして聖の兵を促さしめ、共に共に西線と押す。伝英曰く、そう、殿下を殺し、長、殿閣殿官の殺さば、すなわち兵を発せんと。公領曰く、殿下は予告の王たり、窮して来たりて我に従おう、これを殺すに忍びずと。長もまた、殿閣殿官の殺してもって聖に死せず、聖、ついに兵を発し、そう助くるを火炎ぜず。かくて数ヶ月たって兵を率いて山東省の広報を攻めた。これより先、西王の伝譚が秦の将官と戦って敗死し、殿下が西王に自立した。ところが伝譚の弟の伝英が東亜に逃げたので、将官はこれを囲んだ。ゆえに公領はこの伝英のために、芝の官の領所の軍をして東亜を救わせ、領自ら、秦の将官を討ってこれを大いに破った。すると伝英は自分の軍を率いて聖に帰り、聖王の家を追放した。家は逃げて祖に走って公領に頼った。家の大臣の伝閣は長へ亡命した。
核の弟の殿官は元姓の将軍であったが、先に援軍を求めて趙へ行ったまま趙に居住して姓に帰らなかった。童話から帰った殿英は将官に殺された殿丹の子の死を立てて姓王とした。公領はすでに童話を囲んでいた秦軍を童話付近で破って秦軍を追撃していた。一方しばしば使者を使わして姓の 出兵を促し、共に秦軍を追って精神しようとした。ところが姓に帰って死を姓王に立てた殿英は、祖が殿下を殺し、趙が下の将の殿閣とその弟の殿官を殺せば出兵に応じようと答えてきた。公領は言った。殿下は信仰を結んだ国の王である。窮地に陥ったので頼ってきてわしに従うたのじゃ。殺すに忍びないとその要求を退けた。趙もまた殿閣と殿官を殺して姓の殿英と取引しようとは思わなかった。こんなわけで姓は出兵し、その公領を助けることをとうとう聞き入れなかった。公領廃校を呼び公務をして別に西洋を攻めしむ。これをほふり西して秦の軍を牧羊の東に破る。秦の兵治めて牧羊にいる。廃校を関羽すなわち帝都を攻む。帝都を未だ下らず、去りて西の方地を略して要求に至り、大いに秦の軍を破り理由を切る。帰りて外交を攻む。外交を未だ下らず、公領東亜に起こり西北して帝都に至り、再び秦の軍を破る。公裏また理由を切りしかば、ますます秦を軽んじおごれる色あり。葬儀すなわち公領をいさめていわく、戦い勝ちて将をおごり、卒を怠る者は破る。今卒少しく怠る。秦の兵日に増す。秦君のためにこれを恐ると、公領聞かず、すなわち葬儀をして姓に仕えせしむ。道にして姓の使者公領君剣に王いわく、こうまさに武神君にまみえんとするかと。いわくしかりと。いわく、秦武神君の軍を論ずるに必ず破れん。公助公せばすなわち死を免れん。執行せばすなわち災いに及ばんと。秦果たしてことごとく兵を起こして将官に増し、その軍を打ち大いにこれを帝都に破る。公領死す。公領は廃校と公羽に命じ、別動隊で山東省の常陽城を攻めさせた。二人はこれをほふって精神して秦軍を直令省の牧羊の東で撃破した。秦軍は兵をまとめて退いて牧羊に入城した。廃校と公羽の二人は山東省の帝都を攻めた。帝都は陥落しないので、転じて精神し地を攻略しつつ、河南省の要求に至り、大いに秦軍を破って秦の宰相李氏の子の李煜を討ち取った。それから二人は引き返して河南省の外交を攻めた。外交はまだ落ちないのに、公領は東亜を発し西南進して到底帝都に至り、再び秦軍を破った。先に公羽らもまた秦軍を破って理由を切ったし、今また秦軍を破ったので、祖ではますます秦を軽んじ驕慢の色があった。すると葬儀が公領をいさめて、戦いに勝って将軍が慢心し兵卒が怠惰になる。その軍勢が敗北するのは必定でございます。今我が軍の兵卒は少しく惰気を生じております。それに引き換えまして新兵は日々増加されています。秦は勲功のために憂慮いたしまする、と申し述べたが、公領は聞き入れず、葬儀を使者として姓へ使わしてしまった。葬儀は姓へ行く途中で姓の使者の公領君剣に出会ったので、剣に問いかけていった。
公は武神君に会おうとなさるのか。剣は言った。そうだ。すると葬儀は、わしは先日武神君の軍について論じたが、あの軍はきっと敗れるであろう。貴殿は、ゆっくり行かれれば死を免れ、急いで行けば敗軍の巻き添えで災いを被るであろう、と忠告をした。秦は果たして全兵力を挙げて召喚の軍に増援し、楚軍を攻撃して大いにこれを帝都で 撃破した。大将の公領は戦死した。廃校を降雨、外校を去り、陳留を責む。陳留固く守り、下すことはたわず、廃校を降雨、愛ともに計りて曰く、今公領の軍破れ、失卒恐ると、すなわち旅心の軍とともに兵を率いて貧賀しす。旅心は北条の貧賀に軍し、降雨は北条の西に軍し、廃校は東に軍す。この頃廃校と降雨は外校を去って河南省の陳留を攻めたが、陳留の守りは固くて抜くことができなかった。そこで廃校と降雨は相図っていった。今公領の軍が敗れて死卒は恐れている。しばらく待機して時期を考えよう。そこでちょうど引き上げてきた訴訟の園将軍の李信軍とともに、旅信軍とともに兵を率いて東に退いた。かくて旅信は北条の東に陣取り、項羽は北条の西に陣取り、廃校はやや離れ、江蘇省の東に陣を敷いた。召喚すでに公領の軍を破り、すなわち思え楽、その地の兵はうれうるに足らずと、すなわち河を渡り蝶を打ち、大いにこれを破る。この時にあたりて長圧王たり、陳与将たり、長寺将たり、皆走りて巨鹿城にいる。召喚を降り、召喚をして巨鹿を囲ましむ。召喚その南に軍し、陽動を築きてこれに賊を送る。陳与将となり、卒数万人を率いて巨鹿の北に軍す。これいわゆる河北の軍なり。召喚はすでに公領の軍を破ったので、その軍は憂慮するほどのことはないと思った。そこで黄河を渡って蝶を打ち、大いにこれを破った。この時にあたり蝶では蝶圧が王であり、長寺が最小であったが、皆敗走し河北省の巨鹿城へ逃げ込んだ。召喚は王里と召喚をして巨鹿城を包囲させ、召喚はその南に陣取って両側に火器を築いた陽動を作って、この道を利用し王里召喚の軍に食料を輸送した。召喚という人が二人出てくるのでややこしいですね。この王里と組んでいる方の召喚はですね、渡る将の間でございます。それから秦の将軍の召喚は一将二将の将ですね。あとは甘い辛いの甘いに、王座と。さて一方は陳与は趙の将軍であったから、兵卒数万人を率いて巨鹿の北に陣取った。この当時世にいわゆる河北の軍と呼んだのは、これら巨鹿城内の陳与の兵とを指したのである。その兵すでに帝都に敗れ、海王を恐れ、軍より北条に行き、降雨旅心の軍を合わせ、自らこれに将たり、旅心をもって使徒となし、その父旅政をもって霊院となし、廃校をもって東軍の長となし、報じて武安校となす。東軍の兵に将たり、蘇軍はすでに帝都で大敗し、公領も戦死したので、海王は恐れを抱いて杭から北条へ行き、降雨旅心の軍を合わせ、自らはその総大将となった。旅心には使徒の官職を与え、その父のちょっと待って、
のか、その父の旅政を最小の令尹とし、廃校を東軍の長とし、武安校に報じ、東軍の兵の将とした。はじめ葬儀が愛し、ところの姓の使者、高陵君兼、その軍にあり、祖王にまみえていわく、葬儀、武神君の軍、必ず破れんことを論ぜしが、おること数日にして軍果たして破れぬ。兵、いまだ戦わずしてまず配長を見る。これ兵を知ると言いつべしと。王、葬儀を召し、共にことを図りて大いにこれを喜ぶ。よって起きてもって上将軍となし、皇羽を露光となし、自称となし、半蔵を抹消となし、蝶を救う。諸々の別称、皆葬儀に属す。号して、慶士官軍となす。先に姓への使者となっていた葬儀が、途中であった高陵君の剣が、そのまま祖軍にとどまっていたが、その王にまみえて言うには、あの葬儀殿は、武神君、高陵の軍が必ず敗れると論じられましたが、それから数日たって果たして敗れました。軍がまだ戦いませんのに、先にその軍の敗北する兆候を見抜いておったとは、兵法をよく理解したものと言うべきでございましょう。と葬儀を褒めた。祖王は葬儀を召して共にことを図り話し合ってみて、その人物であるのを大いに喜んだ。そこで葬儀を留め置いて上将軍とし、皇羽を露光の宝釈を授けて自称とし、半蔵を抹消として蝶を救援しようとした。他の祖に味方した首相は皆葬儀の支配に属せしめた。葬儀は号して慶士官軍と言われて尊敬された。行きて安陽に至り、とどまること46日、進まず、皇羽曰く、我聞く真の軍、長王を巨鹿に囲むと、徳兵を引きて河を渡り、祖はその外を打ち、長はその内に王ぜば、真の軍を破らんことひっせりと、葬儀曰く、しからず、それ牛のアブを打つはもってきじっと破るべからず、今真長を責む戦い方ばすなわち兵疲れん。我その兵を受けん。ガタズンばすなわち我兵を引きてここをして西しせば、必ず真をあげん。ゆえにまず、真と長とを戦わしむるにしかず。それけんのこうむり縁を取るは義公にしかず。座して計りごとをめぐらすは公義にしかず。とよって、礼を軍中に下していわく。もうなること虎のごとく、今なることを羊のごとく、単なることを狼のごとく、今日にして都合をべからざる者は皆、これを切らんと。さて、慶士官軍の軍勢はいよいよ北条を発し、安陽まで進軍したが、そこに46日とどまって進まなかった。自称の皇羽は待ちかねていった。私が聞くところでは、秦軍は長王を巨鹿で包囲しておるということです。速やかに兵を率いて黄河を渡り、我が祖軍は秦軍の外から打ち、長は内からこれに応じて戦えば秦を破ることは間違いございません。しかるに葬儀はこれに対して、いやいや、そうではあるまい。牛を手で打って、牛の外部に止まっているアブを打ち殺し得ても、牛の毛の中に食い込んでいるシラミを殺すことはできぬ。今蝶を攻めておる秦軍はアブで、漢中の秦はシラミですよ。その外部の秦軍が蝶を攻めて勝てば勝ったで秦兵は疲弊する。我が軍はその疲弊した秦軍を引き受けることになる。もし秦軍が勝たなければ、我々もその機に乗じ、兵を率いて堂々と太鼓を打ち鳴らして精進し、きっと秦を撃滅することができようぞ。だから先に秦と趙とを戦わせるに越したことはない。
元来甲冑に身を固め英気を手に取って戦場を駆け回ることは、私は貴公には及ばぬ。しかし本陣に座して策略を巡らすことは、貴公はこの葬儀には及ばぬのだ。と公をやり込めておいて命令を軍中に下した。竹貴子と虎のごとく、不従順なこと羊のごとく、貪欲なこと狼のごとく、凶暴で使いにくいものはすべて残罪に処せよ、と暗に強強な、凶暴な公に当てこすったことを公言した。すなわちその子を僧侶をやりて姓に称とす、自らこれを送り武縁に至り飲酒公開す、天寒大いに雨降り始祖陶器す、公曰く、まさに力を合わせて神を攻めんとするに久しゅうとどまりてゆかず、今年上民貧しく始祖牛久を喰らい、軍に減量なし、すなわち飲酒公開す、兵を引きて家を渡り町の職により、町と力を合わせて秦を攻めずして、すなわち曰くその兵を受けんと、それ秦の強気をもって心臓の町を攻む、その勢い必ず町を上げん、町を上げられて秦強し、何の兵をこれ受けん、かつ国兵新たに敗れ王座して席を休んぜず、行内を払いてもっぱら将軍に属す、国家の安危はこの一挙にあり、今始祖を憐れまずしてその私に従う、社食の真にあらずと。そして葬儀は生と和親を厚くするためにその子の僧侶を派遣し生の将とした。葬儀自身これを送って三島の無縁まで行き、飲酒声援の大送別の会を開いた。時あたかも寒冷で、その上大雨が降り、始祖は皆飢えと凍えに苦しんだ。豪雨は昔日の増援が口をついて出た。いわく、まさに力を合わせて秦を攻めようとしておるのに、久しくとどまって出発しようともせぬ。今今年は飢饉で民は貧しく、始祖は芋や豆ばかりを食らって空腹をしのぎ、軍中には手持ちの糧食はない。それなのに盛大な宴会を開いておる。兵を率いて黄河を渡り、町の糧食を融通してもらって、町と力を合わせて秦を攻めようともせず、疲弊した新兵を引き受けようなどとほざいておる。そもそも秦の強大な兵力で新しく組織したばかりの趙を攻めれば、必然の勢いとして必ず趙を撃滅するであろう。趙が撃滅されれば秦軍はますます強大となろう。どうして疲弊した秦の兵を引き受けるなどということになろうぞ。かつまた祖国の兵は最近敗れたばかりじゃから、そう王は座しても席に安閑としておられず、国内を白がごとくして兵を集め、その全兵力を挙げて上将軍に託されたのじゃ。我が国の安危は実にこの一挙にかかっておる。ところが今将軍は始祖の帰還を憐れむ心もなく、いたずらに自分の子の出世という私ごとを営むばかりじゃ。実に彼は国家を憂うるの臣とは言えぬ。始祖の期間は飢えと寒さです。公打つとに上将軍葬儀に長し、その長中につきて葬儀の神戸を切り、礼を軍中に言い出していわく、葬儀生徒はかりて祖に背く、祖王を密かに右をしてこれを忠せしむと、この時にあたりて諸将皆承服し、あえて死後するものなし、皆いわく、はじめ祖を立てしは将軍の家なり、今将軍乱を中せりと、すなわち愛ともに、ともに右を立てて仮の上将軍となす、人をして葬儀の功をおわしめ、これに生に及びてこれを殺す、
乾燥して命を海王に奉ぜしむ。海王よって降雨をして上昇軍とならしむ。東洋軍、保証軍、皆降雨に属す。さて葬儀は、生へ自分の子を送って帰ってきた。降雨は朝早く上昇軍葬儀の家に乗り込んで面会し、葬儀のおる帳の中に踏み込んで、一刀のもとに葬儀の頭を切り落とした。そして軍中に布告を出して言うには、葬儀は生と測って、祖に背いたので、祖王は密かにこの席に命じ、これを中殺せしめられたのである。祖王の命と偽ったが、諸将らは皆恐れ服し、誰一人も抵抗するものはなく、口を揃え、真っ先に祖王を盛り立てられたのは将軍のご一家でございます。そして今また将軍は国家のために反乱者を中殺されたのでございます。と言って諸将はともどもに右を立てて仮の上将軍とした。さらに人を派遣して葬儀のこの女王を追跡させ、姓で追い詰めて殺した。それから乾燥を使者として北条に使わし、今までの顛末を海王に報告させた。海王は降雨を上昇軍に任じ、東洋軍芸府や保証軍らをすべて降雨に所属せしめた。降雨すでに慶士官軍を殺し、いい祖国に古いな諸侯に聞こゆ、すなわち東洋軍保証軍を使わして、卒二万を率いて川を渡り、巨鹿を救わしむ。戦いり少なし、陳与また兵を請う。降雨すなわちことごとく兵を率いて川を渡る。皆船を沈め、浮床を破り、炉車を焼き、三日の量を持ち、もって始卒に死を必して、いつの関心なきを示す。ここにおいて、至ればすなわち王里を囲み、真の軍と会い、休戦し、その陽動を立ち、大いにこれを破る。祖閣を殺し、王里を虜にす。召喚、祖にくだらず、自ら焼殺す。降雨が各慶士官軍、葬儀を殺してからは、その意は祖国に古い、その名声は諸侯に聞こえ渡った。降雨は東洋軍芸府と保証軍等を派遣し、兵二万人を率いて、庄河を渡って趙の巨鹿を救援させたが、その戦いはあまり有利ではなかった。巨鹿の北に陣取っていた趙の将軍の陳与は、再び降雨に援軍を要請してきた。そこで降雨は意を決し、その全軍を率いて黄河を渡り、その時使用した船は皆沈め、鎌や古式の炊事道具は壊し、祝人に宛てた住居を焼き払い、わずか3日の食料を持っただけで、必死の覚悟を決め、生還する意思がみじんもないことを始卒に示した。こうして黄河は、疾風の勢いで巨鹿に至ると、直ちに王里の軍を包囲し、召喚の率いる秦軍と、遭遇戦を演ずること9回。ついにその陽動を遮断して、大いに秦軍を破った。秦の将、祖閣を殺し、王里を捕虜にした。召喚は祖に降参せず、自ら家中に飛び込んで、焼け死んだ。この時にあたりてその兵、諸侯に勘たり、諸侯の軍、巨鹿のもとを救う者、重要兵器、あえて兵を放つ者なし、その信を打つに及びて、諸将皆壁上より見る。その戦士、いつもて銃に当たらざるはなし、その兵の個性、天を動かす。諸侯の軍、人々随行せざるはなし。ここにおいて、すでに秦の軍を破り、降雨諸侯の将を召し見る。縁門にいるや、執行して進まざるはなく、あえて仰ぎ見る者なし。降雨これによりで初めて諸侯の上昇軍となる。諸侯皆これに属す。この戦いにあって、その兵の勇敢さは、諸侯の軍にも冠たるものがあった。諸侯の軍で巨鹿の城下へ救援に馳せ参じたものは14箇所で、
砦を築いて守っているだけで、進んで壁外に軍を出して戦うものはなかった。楚軍が秦軍に攻撃をかけると、諸侯の将軍たちは皆壁上から感染した。その戦士たちは一人で10人の敵を相手にしないものはなかった。その子卒の雄たけびは九天をも奮い動かした。その勇猛さに諸侯の将兵は恐れおののかないものはなかった。かくして項羽が秦軍を撃破するに及んで、項羽は諸侯の将たちを召見したが、諸侯の将はその尋問を入ると恐怖のあまり執行して進まないものはなく、一人も顔を上げて静止するものはなかった。項羽はこのことによって初めて諸侯の上将軍となり、諸侯の軍は皆その指揮下に入った。召喚極限に軍数、降雨湘南に軍数、愛知して未だ戦わず。秦の軍しばしば退く、二世人をして召喚を攻めしむ、召喚を恐れ長子金をして、ことを壊しむ。関陽に至り、芝門にとどまること三日、兆候を見ず、信ぜざるの心あり。長子金を恐れ、帰りてその軍に走る。あえて鼓動に出ず、長江を果たして人をしてこれを追わしむ、及ばず。金、軍に至り、報じて曰く、長江、ことをうちに持ち、しもなすべきものなし、今戦いよく方は、江、必ず我が江を嫉妬せん。戦い勝つことあたわずんば死を免れち、願わくは将軍、これを熟慶せよと。陳与もまた召喚に書を送りて曰く、八旗真の将となり、南の方遠泳を制し、北の方馬腹を穴にし、城を攻め地を略すること、はかるに遠べからず、しかもついに死を賜りき、盲天真の将となり、北の方重臣を追い、湯中の地を開くこと数千里、ついに揚州に切られぬ。なんとなれば、孔王旗は真、ことごとく報ずることあたわず、よって法をもってこれを中するなり。今将軍、真の将となること三歳亡失するところ十万をもって数う。思考して諸侯並び起こることをいよいよますます惜しい。かの長江、元よりへつろうことひいひさし、今こと急なり。また、二世のこれを忠せんことを恐る。ゆえに、法をもって将軍を中し、もって攻めを塞ぎ。人をしてさらに将軍に変わらしめ、もってその災いを脱線と欲す。それ将軍、外におること久しゅう、内撃をし、こうあるもまた忠せられ、こうなきもまた忠せられん。ガツ天の神を滅ぼすは愚痴となく、皆これを知れり。今将軍、うちは直感することあたわず、外は亡国の将となり、孤徳独立し、常に孫戦と欲するは兄悲しからずや、将軍なんぞ兵を返して諸侯と将をなし、訳して共に秦を攻め、若してその地に応たり、難面して故と称せざる、称せざる、ごれみは不実に際し、際しは陸となるにいずれぞや、と。その後、秦軍の将、将官は、巨鹿の南にある極限に陣を敷き、項羽は湘水の南岸に陣を敷いた。両軍相対峙したままでまだ戦わなかったが、秦の軍はしばしば退却をした。二世皇帝は使者を使わして召喚の責任を問うた。召喚は恐れ、上司の官の金を使者として指示を請うた。金は都の関陽に到着し、宮廷の門外の芝門に指示を受けて、指示を待って3日間もとどまったが、上将の長江は陰見しようともせず、また申し上げたことを信用しない心が見えた。長子の金は怖くなって召喚の軍へ逃げ帰った。長子の金は長江が自分を追いかけるだろうと恐れ、前に来た道を通らず別道を通った、別の路を通った。
長公は果たして人をして金を追わせたが追いつけなかった。金は召喚の軍に帰りついて報告していった。長公は上昇の剣をもっぱらにして宮中で一切の政治を取り仕切っていて、その下にいる者はどうすることもできません。今戦って勝てば長公は必ず我々の先行を嫉妬するでしょう。戦って勝たなければその席を問われて死罪は免れません。我が軍が勝っても負けても彼の計る災いから逃れきれないでしょう。将軍よ、どうぞこの点をよくよく考え計られよ。と時に朝の将軍陳余もまた召喚に書を送っていった。昔八旗が真の将となり、南の方宋征伐して湖北省遠永の二軍を取り、北の方馬福君長桂四十万を穴埋めにして殺し、その他上司を陥落させ土地を略取したことなど、数え上げることのできないほどの功績を挙げ立てた。しかもついに死を賜ったのです。また盲点も真の将軍となり、北の方重敵を追い払い、オルドル地帯いわゆる湯中の地を数千里にわたって開きましたが、甘粛省の揚州で斬殺されました。重敵を追い払い、もとい、なぜ秦がこんな白恩非道なことをするかといえば、功労者が多い場合は秦ではそれらの人すべてに領地をやることができないからで、法に名を借りてその法を犯した者として処刑するのです。今貴殿は秦の将軍になられて3年、亡くした兵は10万をもって数えられるほどです。しかるに諸侯を放棄し秦に謀反する者がますます多くなっております。あの長公はへつらうことが上手で、久しい間勲章を得てきましたが、今や事態は急を告げてきたので、二世皇帝から自分が処刑されるのではないかと恐れております。ですから自分の責めをあなたに転嫁し、法にかこつけて将軍を誅殺し、他の人をあなたと交代させることによって災いから抜け出そうとしているのです。さて召喚将軍は国外におられることが久しく、宮廷内の多くの者たちと隙があって、それらが敵となっております。ですから功があっても誅されましょうし、功がなくても誅されます。かつ天が暴臣を滅ぼそうとしていることは、世の智者愚者を問わず皆知っております。今将軍は、うちは主君に対して君側の患者に妨げられて直感することもできず、外においては亡国の将としてただ一人の孤立した存在になろうとしておるのに、いつまでも健在でありたいと望んでおられるからです。なんと悲しいことではありませんか。さて将軍、矛先を転じて秦から離れ、我々諸侯と合唱し、阪神諸侯と連合し盟約し、共に秦を攻め、秦の土地を分割してその地の王となり、南面君臨して子と称せられないものとなると、身は腰切りの刑に処せられても、ご家族も皆中陸されるのと、どちらがよろしいのですか。召喚こぎし、ひそかに公使制をして、公に使いせしめ、約戦と発す、約いまだならず、公う法将軍をして、日夜兵を引きて三公渡り、湘南に軍せしむ。秦と戦い、再びこれを破る。公うことごとく兵を引きて、秦の軍を薄いのほとりに打ち、大いにこれを破る。召喚人をして公にまみえしめ、約戦と発す。公う軍理を召して、はかりていわく。
量少なし、その役を機関と押すと、軍利皆曰くよしと。豪雨、すなわち共に円錐の南、隠居のほとりに帰す、すでに近い召喚豪雨を見て何だを流し、ために長江を言う。豪雨、すなわち召喚を立てて、陽王と出し、その軍中に、その軍中に置き、長子金を上将軍となし、秦の軍を率いて前行をなさしむ、秦安に至る。召喚は、内外の二人から忠告を受けたが、疑い、惑いながらも、密かに軍港の官の姿勢を使者として、項羽の軍中へ遣わして盟約を結ぼうとしたが、まだ成立しなかった。項羽は召喚と盟約する前に一叩き叩いて、召喚軍の心胆を寒から締めておこうと思ったのであろう。宝生軍に命じて、昼夜兼行で、三湖の渡し場を渡って湘水の南に陣を敷かせた。宝生軍の軍は、秦軍と戦って再びこれを破った。項羽はその気を逸せず、全軍を率いて秦軍を関水の雨水のほとりで撃ち、大いにこれを破った。召喚はいよいよ恐れ、再び使者を送って項羽に謁見させて盟約を結ぼうとした。項羽は軍吏たちを召して、謀議していった。召喚は大敗し、役を乞うことを再度に及ぶ。我が軍も食料が少ない。その盟約を聞き入れようと思うがどうであろうか。軍吏たちは、よろしいと思います、と答えた。項羽はそこで、河南省の洪水の南、廃墟のあたりで会見する期日を決めた。かくて項羽と召喚との盟約が終わると、召喚は項羽に会って、涙を流して長江の官吏戦士の行動を述べ訴えた。項羽はこれを憐れみ、陽王に引き立て、祖軍の中に留め置き、長子の金を上将軍に任じ、降伏した召喚部下の秦軍を率いて先鋒をたらしめ、河南省の秦安に到着させた。諸侯の利卒、維持、元、養子、頓樹氏、心中を過ぐるとき、心中の利卒、これを偶することを組む城なりき、秦の軍が諸侯に下るに及びて、諸侯の利卒、勝ちに乗じ、多く度量としてこれを使い、軽々しく秦の利卒と接続す。秦の利卒、多く密かに言いていわく、将軍ら、我が友からに偽りて諸侯に下れり、今よく官に入り、秦を破らば大いによからんも、もしあたわずんば諸侯、我が友からを虜にして貧がしせん。秦必ずことごとく我が父母最小忠戦と、諸将かすかにその計りごとを聞き、もって項羽に告ぐ。項羽、すなわち芸風法将軍を召し、計りていわく、秦の利卒なお深く、なお多く、その心服せず、漢中に至りて気がずんば、ことを必ず危うからん。これを激殺して、一人召喚、長子金、問い栄と共に、秦にいらんにはしかじと、ここにおいてその軍、よ、夜打ちて秦の卒24万人の秦安城の南に穴にす。三島諸国の下級役人や補卒の中には、以前かつて秦のために交易人夫や駐屯兵として徴発されて漢中の地を通過した者があるが、その時秦の利卒の彼らを取り扱うのに無道非法のことが多かった。秦軍が諸侯に降参するに及んで、諸侯の利卒は勝ちに乗じ、秦の下級役人や兵卒を奴隷のように使役し、軽々しく彼らを折檻侮辱した。秦の利卒は密かに話し合った。召喚将軍らは我々を偽って諸侯に降伏した。今漢中に攻め入って秦を破ることができれば、我々にとって大いに好都合となるぞ。しかし、もし勝てない場合は、諸侯は我々を捕虜として東へ帰るであろう。そうなると秦は必ず我が父母妻子をことごとく誅殺するであろう。これをどうしたらよかろうか。諸侯はこの話し合いの噂を聞いて、その不穏さを項羽に告げた。項羽は将軍の芸夫と宝生軍を呼び寄せて、
密かに測って言うには、降伏した真の利卒はなお大多数であり、我々に振幅してはおらぬ。艦中に攻め入ってから命令を聞かないと必ず危険な事態となるぞ。今のうちに彼らを殺し、撃ち殺して召喚と長子金と問いの A だけを伴うて真に入ることが最上の策であろう。かくて祖軍は夜襲をかけ、新兵の20万余りを新安城の南で考察穴埋めした。時は漢の元年11月という。ゆくゆく真の地を略定し、韓国間に至る兵あり漢を守るいることを得ず、また聞く廃校すでに漢陽を破れりと皇羽大いに怒り、同様訓羅をして漢を討たしむ。皇羽ついに入り犠牲に至る。廃校波状に軍し、今な皇羽と相見るを得ず、廃校の差し場総務省人をして皇羽に言わしめて曰く、廃校漢中に大足らんと欲し、死刑をして将とならしめ、珍望はことごとくこれを保てりと、皇羽大いに怒りて曰く、短日しそっと教師ために打ちて廃校の軍を破らんと。この時にあたりて皇羽の兵は40万、新報の校門にあり、廃校の兵は10万、波状にあり、半蔵皇羽に問いて曰く、廃校三島におりし時、財家をむさぼり、びきを好めり、今官に入りて財物取るところなく、婦女こうするところなし、これその志性にあらざるなり、我人をしてその気を望ましむるに、皆良子にして御才をなすとなす。これ天使の気なり、急に打ちて牛のことなかれと。皇羽はこれからゆくゆく真の地を略取して平定しながら韓国間に至った。ところがすでに兵が韓を守っていて、韓中へ入ることができなかった。また廃校はすでに韓中に入って真の都韓陽を破ったと聞き、皇羽は大いに怒り、東洋君ゲーフラに命じ韓国艦を攻撃させ、皇羽はついに艦中に入って義水の西にある義勢に至った。時に廃校は波状に陣を敷いていたが、まだ皇羽と会見する機会を得なかった。廃校の差し場の艦にあたる総務省が人をやって皇羽に密告をさせた。廃校は艦中の地に王となろうとして、真の皇王紫英を宰相として真の人気を集め、官用の不幸にあった珍宝をことごとく己の所有といたしました。皇羽は大いに怒って、明日始卒を供をして慰労したら、打って出て廃校の軍を打ち破ることにしようぞと言った。この時に皇羽の兵は40万で、新報の校門に駐屯し、廃校の兵は10万で、校門の少し西南の波状に駐屯していた。この状況下で老将軍の半蔵が皇羽に説いた。廃校が郷土の山東に居住しておった時は、財家をむさぼり美人を好んだそうです。ところが今漢中の地に入ってからは、財物はむさぼることの、婦女を近づけ寵愛することはいたしませぬ。これはその志が小さくないからです。私がある人をして廃校の陣営に上がる気象を冒険させましたところ、その気象は流行をなし、その色は五色の綾をなしておるとのことです。これは天使の気象と伺えますぞ。急遽攻撃し、この機会を逃さず、彼を取り逃がしてはなりませぬ。せつにお勧めいたしまする。この辺りから校門の会と呼ばれる辺りに入っていきます。その西院紅白は皇羽の寄付なり、
元より劉皇長領によし、長領この時廃校に従う。紅白すなわち夜馳せて廃校の軍に行き、密かに長領を見、つぶさにつぐるにことをもってし、長領を呼びて共にさらんと欲し、いわく従いて共に死することなかれと、長領いわく新漢王のために廃校を送る。廃校を今こと急ありて、逃げ去るは不義なり、語らざるべからずと、領すなわち入り、つぶさに廃校に継ぐ。廃校大いに驚きていわく、これをなすことをいかんせんと、長領いわく、誰か王のために、誰か大王のためにこの計りごとをなせるものぞと、いわく創生、我にときていわく、官を塞ぎて諸侯をいるることなかれ、真の地はことごとく王たるべからんと、ゆえにこれを聞けりと、領いわく、大王の始祖と計るに、もって皇后に当たるに足るかと、廃校、目前たり。いわく、まことに叱らざるなり、かつこれをなすことをいかんせんと、長領いわく、こう、行きて紅白にいて、廃校はあえて皇后に背かずと言わんと、廃校いわく、君、いずくんぞ紅白とこうあると、長領いわく、真の時に真と遊べり、紅白、人を殺せり、真これを生かせり、今こと急あり、ゆえに幸いに来たりて領に継ぐと、廃校いわく、君と象徴いずれぞ、と領いわく、真よりも長ぜりと、廃校いわく、君、我がために呼び入れよ、我これに掲示する応援と、そのサインの間の紅白は、皇羽の末の叔父であるが、以前から長領と親しい間柄であった。長領はこの時廃校に従っていた。そこで夜紅白は馬を飛ばせて廃校の軍にいたり、密かに長領に会い、皇羽が明朝廃校を討たんとしていることをつぶさに告げ、長領と共に逃げ去ろうとして、廃校に従おうて共に死ぬようなことをなさるなよと言った。ところが長領は、私は漢王の命令で廃校の生成を送ってきたのでございます。今廃校が危急の事態にございますのに、これを捨てて一人逃げ去るは不義でございます。どういたしましてもそのことを申し上げないわけにはいきませぬと言って、長領はそこで陣内に入ってつぶさに廃校に告げた。廃校は大いに驚き、いかがしたらよいであろうか。長領は言った。誰が大王のために皇羽を漢中に入れぬ計りごとを立てたのでございますか。廃校は言った。創生がわしに函谷関を塞いで諸侯を漢中に入れないようになさい。そうすれば真の土地はことごとくあなたのものとなって王となることができます、と説いたのじゃ。わしももっともと思ったのでその説を聞き入れたのじゃ。長領は言った。大王の子卒の数とその精鋭を測ってみまして、皇后の軍に対抗できるとお思いでしょうか。廃校は目前としていたが、やがて、まことに彼の軍にはかなわぬのだ。しかしそれはそれとして、今どうしたらよいのじゃ。長領は言った。お許しを願いまして、行って紅白に廃校はあえて皇后に背いたりはいたしませぬと申してまいりましょう。廃校は言った。聞こう、どうして紅白と知り合いなのじゃ。長領は言った。紅白とは秦の時代に友好いたしました。彼が勝って人を殺しましたとき、秦がこれを救うたことがございます。今事態が急を告げる場合になりましたので、幸いにも来て私に告げてくれたのです。
廃校は言った。貴公とどちらが年長なのじゃ。長領は言った。臣よりも年上でございます。廃校は言った。わしのために彼を呼び入れてくれ。わしは紅白に兄として仕えたい。上領を入れて紅白を要す。紅白すなわち入りて廃校にまみう。廃校獅子を奉じて上なし婚姻をなすを訳して曰く。我官に入り集合もあえて近づくるところあらず。利民を席し不幸を封じ将軍を待てり将を使わして官を守らしめしゆえんな他の党の出入と非常とに備えしなり日夜将軍の至らんことを望めり兄あえて背かんにゃ願わくは吐くつぶさに心があえて特に背かざることを言えと紅白許諾し廃校に言いて曰く短日早く自ら来たりて皇后に謝せざるべからずと廃校曰く抱くとここにおいて紅白また夜去る群中にいたりつぶさに廃校の言のもって皇后に報ずよって言いて曰く廃校まず寒中を破らざりせば皇兄にあえていらんにゃ今人太鼓あり、しかるにこれを打つは不義なり、よりてよくこれを偶然にはしかずと、皇后、許諾す。長領は廃校の前から退出し、紅白に廃校に会ってほしいと頼んだ。紅白はすぐさま陣屋に入って廃校に会った。廃校は紅白に大杯の酒を勧め、その長寿を断り、健康を祝し、縁組して親戚になることを約束していった。私は館中に入りましてからいささかも我が物にしようなどという気を起こしたことはございませぬ。役人や人民の戸籍を明らかにし不幸は封印しまして皇羽将軍のご到着を待っておりました。武将して函谷関を守備させましたわけは盗賊の出入りと非常事態とに備えたのでございまして、日夜将軍のご到着を待望しておりました。どうしてあえて背くようなことをいたしましょうや。願わくは、紅白殿、あなたも共に私が将軍の恩義に背いたりしないことをお口添えくださいませ。紅白はこれを承諾したが、廃校へ。明日早朝。ご自身でおいでになって皇后に一言謝罪されたいと言った。廃校は承知いたしましたと答えた。そこで紅白はまたその夜のうちに廃校の陣を去って皇后の陣中に帰りつぶさに廃校の言を皇后に報告した。そしてさらに自分の意見を述べていった。廃校がまず館中を破らなければ皇はどうしてやすやすと館中に入ることができたでしょうか。廃校は太鼓ありと申すべきですぞ。今人に太鼓があるのにこれを打つのは不義でございますな。その功を称してよく待遇なさるに越したことはございませんぞ。皇后は廃校を打たないことを許諾した。廃校短日百余期を従え来たりて皇后にまみゆ校門に至り謝して曰く臣将軍と共に力を合わせて臣を攻め将軍は河北に戦い臣は河南に戦えりしかれども自ら思わざりきよくまず官に入りて臣を破りまた将軍にここにまみゆる応援とは今精進の言あり将軍をして臣と激荒らしむと皇后曰く、これ廃校の差しは総務省これを言えり、しからずんば席、何をもってここに至らんと、皇后、即日よって廃校をとどめてともに因す。皇后、紅白は品菓子に向かいて座し、アホは南に向かいて座す。アホとは半蔵なり。廃校は北に向こうて座し、長領は西に向こうて自す。廃校は翌朝、
わずかに100余機の従者を従えて、皇后にお目にかかるために校門に来て謝罪していった。秦劉邦は将軍と力を合わせて秦を攻めました。将軍は黄河の北の地で戦われ、秦は河南に戦いましたのに、尾翼の秦がまず漢中に入って秦を破り、また将軍とここで敗越することができまするとは思いもよりませんでした。ところが今精進の中傷がございまして、将軍と秦との間に隙間ができてしまったのでございます。秦が将軍の恩徳に背くことなどは決してございません。皇后は言った。このことは貴殿の差場総務省が言うたのじゃ。そうでなければどうして私は貴殿を疑ったりしてこんなことになろうや。皇后はその日俳句をとどめ、和解の酒宴を開いた。皇后と紅白が東に向かって座り、阿穂が南に向かって座った。阿穂とは半蔵である。俳句は北に向かって座り、長領は西に向かって自座した。半蔵しばしば降雨にめくませし、おぶるところの玉結とあげて、これ持ってこれに示すことみたび、降雨目前として応ぜず、半蔵を立っていで高僧を召していいていわく、君の人となり忍びず、何時入りて進みて授をなし、樹脂終わりて皇帝剣を持ってまい、よって俳句を座に打ちてこれを殺せ。しからずんば、何時がともがら皆まさに虜にせられんとす。そう、すなわち入りて樹をなす。樹脂終わりいわく、君を俳句と陰す。軍中持って楽しみをなすなし、こう剣を持ってまわんと。こういわく、抱くと。こうそう剣を抜き立ってまう。紅白もまた剣を抜き立ってまい、常に身をもって俳句をよく平す。そう、うつを得ず。半蔵は俳句を除く絶好の機会であると思って皇后に目くばせし、また身に帯びている玉結をあげて決意の合図をすることみたびに及んだが、皇后は目前として応じない。半蔵は耐えかね、座を立って外に出て、皇后のいとこの皇祖を呼んで言った。我が君王の人柄は情にもろくて、人に対して思い切ったことができぬ。そなた、宴席へ入り、進んで樹を祝って杯を献じ、終わったら剣を持って舞い、剣舞にこと寄せ、俳句をその場で打ち殺せ。そうしないとそなたの友柄は皆廃校の虜とされてしまうであろう。そこで皇嫂は宴席に入って樹を断ぎ、祝う礼が終わると、我が君王が廃校と酒宴をお開きですが、軍中のこととて何のお慰めもございません。どうか剣舞でもさせていただきましょうと言った。皇后はよしと許した。そこで皇嫂は剣を抜いて立ち上がって待った。紅白はこれを見て、ただごとではないと憂えて、同じく立ち上がって舞い、常に身を挺し俳句を抑平して守った。そのため皇嫂は俳句を打つことができなかった。ここにおいて長領軍門に至り、半海を見る。半海曰く、今日のこといかんと。領曰く、花肌急なり。今皇嫂剣を抜きて舞う。その意常に廃校にあるなりと。海曰く、これせまれり。信仰入りてこれと名を同じうせんと。海すなわち剣を帯び盾を要し軍門にいる。攻撃の栄しとどめて入れざらんと欲す。半海その盾をそば立てて持ってつく。
英氏地に倒る。海、常に入り、泊まりを開きて西に向こう手立ち、目を怒らして皇王を見る。頭髪、のぼりさし、木星ことごとくさす。皇王、剣を案じて騎して曰く、学は何するものぞと。長領曰く、廃校の三条、半海というものなりと。皇王曰く、そうしなり、これに師匠たまえと。すなわち、師匠あとう。海、廃車して立ち、立ちながらにしてこれを飲む。皇王曰く、これに定権をたまえと。すなわち、いつの聖定権をあとう。半海、その盾を地に倒し、定権を上に加え、剣を抜き、切ってこれを食ろう。そこで長領は立ち上がって、廃校の従者の待っている軍門まで出てきて、半海に会った。半海は長領を見るや否や、今日のことの成り行きはどうじゃ、と問うた。領は、非常に切迫しておる。今や、高僧が剣を抜いてもうておるが、心底では常に廃校を殺そうとしておる。海は、それは、事態が迫っておるの。真願わくは、入って我が子と生死を共にいたそう。と言い、すぐさま剣を帯び、盾を抱えて軍門を入ろうとした。劇を交差させて、軍門を守備していた武士が止めて入らせまいとした。半海が盾をそば立ててつくと、英次らは地に倒れた。半海はついに宴席へ入り、帳をかき上げ、西に向かって立ち、目を怒らせて皇王をにらみつけた。頭髪は逆立ち、まなじりは上がって裂けていた。さすがの皇王も剣に手をかけ、片膝立てをして身構えながら、そちは何者じゃ、と叫んでいった。長領が、廃校の売上者で、半海と申しまする、と答えると、皇王は、そうしじゃのう。彼に大杯の酒を取らせよ。そこで大杯の酒が与えられた。半海は一礼して立ち上がり、立ったままで飲み干した。皇王、彼に豚の背中の肉を取らせよ。一塊の生の蹄骨が与えられた。半海は持っていた盾を地に伏せて、蹄骨をその上に置き、剣を抜いて包丁とし、肉を切ってむさぼり食らった。皇王いわく、そうしなり、よくまだ飲まんかと。半海いわく、しんなしすらかつ酒ず、死守はいずくんぞ、自するに足らん。それ親王は、古老の心あり、人を殺すことをあぐることをあたわざるがごとく、人を敬することを耐えざるを恐るがごとし、天が皆これに背けり、海王諸将と訳して曰く、まず真の破りて寛容にいる者はこれに応とせん。と、今廃校、まず真を破りて寛容にいる、拷問もあえて近づくるところあらず、急しっと風兵し、帰りて波状に軍し、もって大王の来たるを待てり、故に将をやりて官を守れるは他の党の出入と非常とに備えしなり、老苦して功高きこと格のことし、いまだ方向の将あらず、しかるに再説と聞き、有効の人を忠誠と欲す。これ亡身の俗なるのみ、密かに大王のために取らざるなりと、功をいまだもってこたうるあらず、いわく座せよと。半海領に従うて座す。座することしばらくにして廃校を立ちて川屋に行く。よって半海を招きていず。皇王は言った。そうしであるの。よくまだ飲むことができるか。半海は答えて言った。臣は今、死すら避けようとはいたしませぬ。たかが一杯の酒なんぞ。どうして辞退するほどのことがありましょうか。そもそも
秦王には古老のごとき心があって、人を殺すことは数えきれないほど多く、人に刑罰を加えることはいくら忠殺してもまだ足らないのを恐れるほどでございます。ですから天下は皆秦に背いたのです。かつて海王は諸将と盟約して言いました。まず秦を破って咸陽へ入城した者が漢中の地の王となることにしようと。今廃校はまず秦を破って咸陽に入られましたが、いささかも我が物にしようという気はございませぬ。宮室を封印し閉鎖し、軍を返して波状に駐屯し、そして皇羽大王のおいでを待っておったのでございます。武将を派遣して函谷関を守備させましたのは、盗賊の出入りと非常事態とに備えたので大はございませぬ。廃校の老苦して功の高きことはかようでございますのに、まだ大名に封ずると封ずるとの証しがございません。しかもかえって精進の言説を聞いて、この功労ある人に中罰を加えようとなさるとは、これ暴進の継続者としか言えませぬ。失礼ながら大王のために取らないところでございます、と堂々の言を吐いた。呉王は何の返答もせずに、まあ座れと言った。範海は長領の次へ座った。座ってしばらくすると廃校は立ち上がって便所へ行き、そのまま範海を招いて外へ出た。ちなみにこの酒の杯は4号が入るそうです。廃校すでにいず、呉王と一金平をして廃校を目指しむ。廃校いわく、今いずるにいまだ辞せざりしなり、これをなすこといかんせんと。範海いわく、大公は最近を顧みず、大礼は症状を辞せず、今人はまさに闘争たり、我は魚肉たり、何ぞ辞するをなさんと。ここにおいてついに去る。すなわち長領をしてとどまりて射せしむ。領等でいわく、大王来たるとき何をかとると。いわく、我白壁一層を辞し、皇后に健全と欲し、玉と一層アホに与えんと欲せしが、その怒りにあいあえて健ぜざりき、こう我がためにこれを健ぜよと。長王いわく、慎みて抱くすと。廃校がすでに外へ出てしまってから、皇王は続官の陳平に命じ、廃校を呼びにやった。廃校は言った。今退出してくるとき何の挨拶もしてこなんだ。確かに礼を書くと思うが、どうしたらよかろうか。範海が言った。太后は最近を顧みず、大礼は少女を辞せずと申します。大いなる行為には微細な謹慎を考慮する必要はなく、大いなる礼には微小な献上など問題ではないのです。今皇后とその輩たちは包丁とまな板であり、我が君と我らは魚肉ということになりましょう。どうして挨拶などわざわざなさる必要がございましょうか。こういうことでついに廃校は立ち去ったが、その際長領にとどまって謝罪させることにした。すると長領は言った。大王、ここへおいでになるとき、礼物として何を持参されましたか。廃校が言った。わしは白玉製の随玉一対を皇后に献上しようと思い、玉製の手記一対をアホに与えようとして持参したのじゃ。しかし皇后らが怒っているので押して献上はできなかった。どうかわしのために代わって貴公から献上してくれ。長領は、慎んで仰せに従いましょうと答えた。この時にあたりて皇后の軍は皇門のもとにあり、廃校の軍は波状にあり、愛さること四十里、
廃坑すなわち邪気を置き、身を出して一人乗り、半海河口へ近郷紀信ら四人と賢順を辞して舗装し、離山のもとより使用に道して観光す。廃坑長領に言いていわく、この道より我が軍に至るは二十里に過ぎざるのみ。我が軍中に至れるを図り、こうすなわち入れと。廃坑すでに去り、しばらくにして軍中に至る。長領入りて射していわく、廃坑拝借に耐えず、辞することはたわず、慎みて信領をして、迫壁一層を報じ、采配して太陽の側下に献じ、漁夫と一層采配して大将軍の側下に奉ぜしむと、こう曰く、廃坑は伊豆国かあると、領曰く、太陽これを特化するにいいありと聞き、身を出して一人去りぬ、すでに軍に至りしならんと、こう、すなわち玉を受け、これを座上に置く。座上に置く。アホ、玉刀を受け、これを地に置き、剣を抜き、尽きてこれを破り、曰く。ああ、樹脂は共に剥がるに足らず。こうの天下を奪わん者は必ず廃坑なり。我が友柄、今これが取りことならんと。廃坑軍に至り、立ちどころに総務省を中殺す。この時、皇后の軍は校門付近にあり、廃校の軍は波状にあり、その隔たりは四十里であった。廃校が去るにあたっては、従えてきた百余の車騎はそのままとどめ置いて、自分だけこっそり馬に乗り、半海、河口へ、近郷、紀信の四人が剣と盾を持って徒歩で従い、離山のふもとに沿って四王へと道を取って感動を行くことにした。廃校は長領に言った。この道を通って我が軍に行けば二十里ぐらいのものじゃ。わしが軍中へ到着する頃を見計らって、君は宴席へ戻れ。廃校はこうしてすでに去って、ややしばらくして波状の軍中に到着した。長領は宴席へ戻って陳謝して。廃校は、いただきました酒の酔いに耐えず、大王へ辞去の挨拶も申し上げることができませんでした。そこでこの領に命じ、慎んでこの迫壁一対を奉じ、采配して大王の側下まで献上させ、この玉と一対を采配して大将軍の側下まで奉呈させました次第でございます、と言った。皇后は言った。廃坑はどこにおるのじゃ。長領は言った。大王におかれましては、我が廃坑の過失を吟味せられる意思があると側聞いたしましたので、身をもって免れて一人で立ち去りました。もう今頃は陣営に帰りつきましたことでございましょう。皇后は壁を受け取って座に置いた。アホの半蔵は玉刀を受け取って地上に置き、剣を抜いてこれを突き壊していった。ああ、こんなやつ、一緒に相談し愛はかることができぬ。皇后の天下を奪う者は必ず廃坑じゃ。我が友柄は今に彼の虜になるだろう。廃坑は陣地へ帰りつき、すぐさま総務省を死刑に処した。はい、公務議はまだまだ続く感じなんですけれども、なんか時間が時間なので、もう今日はこの辺にしようかなと思います。明日残りが読めたらなと思います。はい、ちょっとだけじゃあコメント読ませていただきます。どの辺からかな。公務、そうなんです、公務のところです。今日は、はい、敗戦フラグもう立ちまくってますよね。なんかもうこうナレーションがすでにね、
本当かいなって思うほどこう話がうまく運んでいくんですけどね、はい、喉が大丈夫かっていうのはちょっとやばい感じですね。なのでまた病院に行こうと思います。はい、仁さん殺してばっかり話し合えよ、本当にそんな感じですね、災いを脱するのはいいが脱出は困るなんだそれは、はい、サイコさんこんばんは、てんちゃんさっきから風が強い、あ、そっちは風が強いんですか、なんかそうですね、こっちも降ったり止んだりしてました。はい、幸運は性格が荒いと言われていますね。そうですね、なんか劇場型っていうのかな、でもね、なんか結構いいやつなところもあるしね、なんかね、原点に当たると結構意外ですね。一番意外だったのは始皇帝が結構有能ってこと、結構というかかなり有能ってことですね。半蔵と聞くと服部半蔵勝手に脳内変換そういう人も確かにいると思います。はい、あ、さや遠藤さんお茶ありがとうございます。魚肉ソーセージ、そう、彼は糖素たり我は魚肉たりっていうやつなんですけど、あれは魚肉じゃなくて、魚肉たりは魚や肉なんですって。魚の肉ではなくて魚や肉みたいですね。そういうふうな言い回しが、今と違う言い回しがいくつかありますね。はい、始皇帝は統一するだけはあると思う。そうですね、確かにね、今日ね、結局その司馬遷の表とその藩校の表と、まあ、司馬遷は結局家政っていう人の家臣論を下敷きにして全部言わせてるんだけど、その中で言っていたのは、司馬遷が挙げてる秦のダメなところって二世がダメなところであって始皇帝がダメなところじゃないじゃんっていうのが藩校の表でしたそれでただ、結局その何だっけ、創業のこう大事な部分と、それが一旦なってしまった後の主勢、守る方、それを守って伝えていく方の大事さっていうのは全然違うので、なのでそこがトンチンカンなことをやってしまったんじゃないのと、作ったのはいいけどそれを守るという才能はなかったんじゃないのっていう話もありましたね。で、今日読んだ家臣論は以前読んだ門前の家臣論と構成が違っていたので、この構成でですね、この司馬遷がこう、切り張りをしているので、その切り張りの部分をうまく貼り直してですね、それで一回まとめてこう家臣論だけ読んでみたいなという気がちょっとしているので、後でちょっとそこだけね、切り張りのとこだけ確認しようかなと思ってます。なんか順番とかを入れ替えて自分の論をね組み立てているんですね、司馬遷も。はい、後見がダメだったのか、なんかね、一応今我々が見ている四季の中では、その始皇本義ですねが終わった後にこう、まあ、何でもその伝記が終わった後に一番最後に司馬遷コメントが入ってるんですね。で、それが太史公曰くということで入ってるんですが、原本ではその、まあ、太史公のコメントのコメント、ただその 90% ぐらいがコピペなんですね。実は家政っていう人が書いた家臣論っていうやつをコピペしてるんです、切り張りしてそれで、まあコピペ疑惑があってですね、まあそれはいいんですけど、その後に、実は2つ追加されて、司馬遷じゃない人が書いた部分が追加されている。それは何かというと、1つはちょっとよく私も分かんなかったんですけれども、ダイジェストみたいなやつ、新本義と始皇本義っていうのがこう続けてあるので、それをこうダイジェストにしたやつみたいなのと、それからその後に五感の明帝か誰かに、判子がですね、官女の判子がですね、質問をされて、始皇帝が何たらかんたらで、司馬遷が何たらかんたらで、これどういうこっちゃみたいなのがですね、質問を受けたんですね、その始皇本義のところでね。
で、それはこうこうこういうことですよ、なので司馬遷の言ってるのはちょっと的外れですみたいなことをですね、述べていたコメントが付け加えられている。だから司馬遷の後の時代のものなんですけれども、それがいい具合に入っているという感じですね。引用コピペ、そうコピペされているんですけど、うん、でもね、それがね、まあいいコピペですね。悪いコピペといいコピペがあるとしたら、まあちゃんとね、引用元も言ってるから、まあ問題がないコピペかなとは思うんですけどね。コピペって言いにくいですね、なんか続けて言ってると。というわけで、なんかこれ一気に全部読んだら多分3時間ぐらいかかるのかな、3時間以上かかると思うんですけど、ちょっと一回やってみたい気はしますね。広本義は一貫しているので話が読みやすいですよね。でクライマックスで終わる感じもあるしね、うん、だけどこの思考本義とか結構ダラダラしてますし、あと始皇帝も途中で死んじゃいますし、あとはこの後の高祖本義も長いところ、この3本が長いところなんですけど、高祖本義もね、なんかちょっとダラダラしてる部分があるから、やっぱり一気に読んで面白いのは高祖本義ですね。多分これは集中して読もうと思えば3時間以上かかるけれども、読めなくはない面白さはあると思いますね、うん、というわけでこの辺にします。それではおやすみなさい。良い夢を。オンバザラシャンティウン。また明日。ありがとうございます。ごきげんよう。長いと言ってもね、一枠で読めますよ。一枠4時間ですから。うちの一枠。それではまた。